虎ー厚子は読売テレビ所属のアナウンサーである。身長165センチメートル。血液型は A 型 RH。青森県弘前市出身。青森県立弘前高等学校、筑波大学体育専門学群卒業後、2006年に入社。大学時代は、軟式定球部に所属するから、アナウンサーを目指して、テレビ朝日安区に通っていた。 南式定休部でダブルスを組んでいた先輩がアナウンサーになったことに影響されてアナウンサーを志した。同期入社のアナウンサーは川田博美。入社後の2006年7月23日の NNN ニュース D で初書き。その後、夏のイベントワクワク宝島で活躍。阪神タイガースの取材にも挑戦。2006年8月5日より全国ネットの報道番組。 ウェイクアップ。プラスに、松岡洋子の公認として、アシスタントで出演を開始し、翌年10月6日より、目黒洋子の公認として、サブキャスターに昇格。いずれも、外部キャスターの公認としての起用であった。2009年2月24日、ズームイン。スーパー関西ローカルパートにて、自らの結婚を発表した。また同日の、なるとも。で、 結婚相手の男性とは、大学生の頃から交際していたことを明らかにした。同年2月28日に入籍、7月18日、挙式。その後2011年7月に離婚、2012年12月に、同局報道局の社員と再婚する。2007年4月14日、甲子園球場で行われた、阪神タイガース対横浜ベイスターズ戦では、始球式に、 登場、2007年10月22日放送の名探偵、コナン秋のミステリースペシャルテレビ局のあくまでは、声優にも挑戦している。2010年1月28日、ウェイクアップ、プラスの企画で、同じく読売テレビアナウンサーの五十嵐龍馬と共に2月28日開催の東京マラソン2 0 1 2に挑戦することを発表。本番では、冷たい豪雨の中、 5時間13分57秒のタイムで完走し、五十嵐より約1時間早くゴールした。2012年5月3日には担当中の番組、ス・マタンの出演者で結成した、ス・マタン。バンドのボーカルとして、平方・パークでライブを行った。2012年6月21日には、ス・マタンで共に司会を務める上司の森武史と共に、 同番組の終了後 MBS ラジオの生ワイド番組上泉雄一の絵ナーぁにゲストで出演した。同番組のメインパーソナリティ上泉雄一と森の信仰が深いことから実現したものでトライアが同局の番組に出演するのは初めてである。2013年5月から3003号休業入り長女と長男を出産。 2016年の復職までに2回の産休を取得。2016年12月に休業から復職し、吉田直の3前3後休業入りと入れ替わる形で、す、またん。司会に、復帰、12月7日から、毎週水曜、木曜を担当することになっている。2017年3月以降は、担当日が月、日、木曜に変更となっている。 2019年1月からは、水曜を除く月金曜日の週4日を担当。2020年10月改編からは、月水曜日の週3日を担当。2021年4月改編からは月、日、金曜日の週3日を担当する。2017年10月25日より公式、インスタグラムが開設された。2018年10月10日より、アンナの司会を担当。 2019年8月27日、自身がメイン MC を務めるス・マタン。より2019年12月1日に開催された第9回目となる大阪マラソンの初のランナーに選出された。本番では6時間4分34秒のタイムで完走した。ありがとうございます。